はい、こんにちは、総合監督と申します。ウィニングレブ2021マイクラブ実況プレイを始めていきたいと思います。さあ、今回ですけれどもね、11月5日木曜日、メンテコにやってくる週刊 FP ガチャの速報予想をやっていきたいと思います。はい、速報予想って何やねんと思うかもしれませんがね、速報予想とはね、まあ、月曜日にね、できるだけ早くお届けするもので、11人予想のついてないバージョンの、週刊 FP ガチャ予想ですね、になります。まあ、チームごとにね、こんな結果になりましたみたいなのを話していきたいと思ってます。で、11人予想ついてませんので、もう後日ね、その11人予想の方は上げさせていただこうと思ってますので、できればもう火曜日の方にね、上げます。はい。ので、そちらもね、チェックしていただけたらなと思います。はい。でですね、まあ、このね、速報予想なんですけれども、スピード重視で行くので、編集などは簡易的に活かしていただきたいと思います。ババンとかいうね、効果音とかテロップですね、下につける文字とか、そういうものはほぼなしで、行こうと思ってます。音楽ぐらいはね、まあ、つけますけれども、まあ、そちらの方でご理解いただけたらなと思います。あとね、ビッグクラブの、試合中心に行きますので、中堅クラブ以下は漏れが多いと思います。はい、でそちらもね、ご理解ください。でね、まあ、自分の使ってる、強い選手とか、まあ、ビッグクラブの選手とかが、まあ、今週のライブアップでどうなるのかなみたいなのをね、チェックしていただけるとか、まあ、そういうので見るのが一番ね、いいのかもしれませんね。はい、あとね、まあ、これは個人的なね、僕のね、個人的な話になるんですけれども、本職の方ですね、はい、の勤務曜日の関係で、速報予想が、まあ、出せない週もありますので、一応ね、それをね、早めにね、告知はしようと思ってますのでね、はい、そちらもご理解いただけたらなと思います。はい、ということでね、ちょっと速報予想と言いながら、今週はね、ちょっとだいぶ遅くなりました。もうこれ始めようと、決めたのがね、だいぶちょっと月曜日のだいぶ、もうそうやな、昼前ぐらいにね、決めたんで、そっからちょっと試合チェックしだしたんで、ちょっと遅くなってしまいました。来週はね、おそらくもっと早く出そうとは思ってます。出せたらですけれどもね。できるだけ早く出そうと思ってますのでね。はい、ぜひとも見ていただけたらと思います。ということで、早速ね、予想やっていきたいと思います。プレミアリーグ。はい、まずはイングリッシュプレミアリーグの方を見ていきたいと思います。最初の試合ですね、シェフィールド VS マンチェスターシティ、0対1でね、マンチェスターシティが、勝利しております。そこでね、ワンゴール上げました。カイル・ウォーカー、ここね、非常に期待度高いんじゃないかなと思います。地を這うようなミドルシュートでゴールを決めました。右サイドを切り裂くドリブルもね、見せてね、評価点 8.4 と非常に高かったです。期待度は大。はい、ここはいいんじゃないかなと思います。そしてね、そのゴールをね、まあ、ワンアシストしたという形になるのかな。デブライネですね、まあ、そんなに評価点は高くなかったんで、ここはね、まあ、可能性としてはないんじゃないかなと思います。はい、まあ、こんな感じの能力ですけれどもね、まあライブアップででもそこまで能力は高くないんじゃないかなと、能力でライブアップでもそんなに調子は良くはならないんじゃないかなというふうに思います。まあ、調子 B 以下が、妥当かなって感じがしますね。はい、次バーンリー VS チェルシーですね、0対3でね、チェルシーが勝利しております。はい、まあ、結構ゴール生まれましたね、大型補強に成功したチェルシーなんですけれどもね、マウントワンアシストの活躍でワンオーザーマッチですね。マウントどこにいるのかな、これ。いましたね。はい、メイソン・マウントですね。この辺よく活躍したのかな。まあ、ミドルシュートも放ってましたしね。ただね、週間 FP で来るかと言われたらね、期待的には中じゃないかなと思います。まあ、調子はね、A になるのではないかなと思うんですけれどもね。はい。で、先制点挙げたこの選手とかもね、一応ね、見ておきましょう。あれ、先制点挙げた選手どこ行った？ありましたね。ハキム・ジアシュですね。はい。まあ、ここはね、まあ、2018年ぐらいの週間 FP ガチャ。2019年か。はい。ウィレ2019からね、まあ、非常にね、名前が知れ渡った選手で、ハキム・ジアシュ。昨シーズンまでアヤックスにいました。まあ、この選手、ワンゴール、ワンアシストの活躍です。先制点も上げました。調子は A になるんじゃないかなと思います。はい。期待度は中。はい。ティモ・ベルナーですね。あとはワンゴール上げました。まあ、そんなにね、評価点は高くありませんでした。こちらはね、まあ、期待度は小です。はい。ということで、まあ、このチェルシーで来るとしたら、この選手じゃないかなということで、クルトズマですね。この選手、ワンゴール上げる活躍。この結構完璧なヘディングでね、沈めました。2ゴール目を上げました。はい。期待度は大。はい。ここ非常に来そうかなとは思いますね。はい。チェルシーだったらここかなと。はい。続きましてですね、リバプール VS ウェストハム行きましょう。2対1でリバプール勝利してるんですけれどもね、なんかちょっと乗り切れないな、リバプールみたいな感じ。がね、否めないですよね。で、まあ、この試合でもね、ウェストハムに先制される苦しい展開だったんですけれども、まあ、サラがね、自らね、獲得したね、PK でワンゴール上げる活躍でした。まあ、ここはね、まあ、期待度何もないと思います。勝以下だと思います。正直言うと、まあ、評価点があまり高くなかったんでね、ちょっと来るかと言われれば、来ないと、言わざるを得ないかなと思います。来るとしたらここかなと。ディオゴ・ジョタですね、この選手、ワンゴール上げる活躍でした。まあ、勝ち越しのゴール上げたんですけれども、まあ、その前にですね、幻のゴールと言われるね、まあ、1点ね、ちょっと
か、ファールがあったのか、マネのファールがね、まあ、キーパーの交錯したマネのファールがあったんですけれども、まあ、それで、ね、ノーゴールで取り返せましたが、またね、ジョタがね、決めたということで、まあ、正真正銘のゴールでジョタが、勝ち越し点を挙げました。この選手、1ゴールの活躍、期待度は中。はい、では次行きましょう。アストンビラ VS サウサンプトン、3対4でサウサンプトンが勝利しております。まあ、ここもね、ちょっと来そうな選手はいるんですけれども、ちょっと割愛させていただきたいなと思います。はい、続いて、マンチェスターユナイテッド VS アーセナル、行きたいと思います。0対1でアーセナルが勝利しております。これでね、ホームゲーム6戦連続未勝利になったみたいですね、マンチェスターユナイテッド。なんかね、チャンピオンズリーグとかでね、結構勝ってたりして、なんか調子いいのかなと思ったんですけれども、みたいな。ホームゲーム6戦連続未勝利だったの?みたいなね、ちょっと思いました。はい。まあ、それもそのはずですね。なんか監督もね、結構解任囁かれてますからね。まあ、どうなのか。まあ、アーセナルの話に行きましょう。アーセナルね、特に活躍した選手でも、オバメが1ゴール上げる活躍だったんですけれどもね、まあ、ただ PK による1ゴールなんで、ここもね、そんなに評価点高くない。まあ、総じて言えばね、ちょっとアーセナルの選手全員ね、評価点そんなに高くありませんでした。はい。トーマス・パーティがね、まあ、ゴールやアシスト何もなかったんですけれども、マオザ・マチということで、まあ、期待の時にはここは中かなと思います。あとね、まあ、強いて言うならば、例のですね、まあ、ここも期待度は小ですが、まあ、無失点に抑える活躍ということで、まあ、来てもおかしくはないのかなと思いました。はい。では次行きましょう。最後ですね、トッテナム VS、ブライトン。やった、はい。トッテナムがね、2対1で勝利しております。先制点を挙げる活躍したのはハリー・キーンですね。まあ、PK によるゴールでしたが、期待度的にはね、まあないかな。まあ、オーザーマッチでしたが、期待度はもう小以下だと思います。で、ここで来るとしたらね、僕はこの選手なんじゃないかなと思います。レギロンですね。まあ、ここね、本当に非常に、積極的な攻撃参加を見せてましたし、最後のね、まあ、勝ち越しとなるゴールのアシストも決めました。可能性としては大。ここは非常に可能性あるんじゃないかなと思います。でね、やっぱり話題つきたいのはこの選手ですね。ギャラスベリです。途中出場で1ゴールを挙げました。はい。復帰後初ゴール、しかも決勝点ということでね。ただね、まあ、途中出場によるゴールなんですけれども、期待度的にはそんなに高くないと思います。チュー!はい。ということで、以上、プレミアリーグでした。ブンデスリーガー、はい、ドイツブンデスリーガーの見ていきましょう。まずはですね、フライブルク VS、バイアレバークーゼンですね。2対4でレバークーゼン勝利しております。まあ、4点ね、上げてるんでね。はい、で、ルカス・アラリア、こちら2ゴール上げる活躍でした。まあ、この選手ね、スーパーサブもついております。期待度的には大。はい、評価点も 9.2 と非常に高かった。もう一人名前を挙げるとするなら、この選手、ヨナタン・ターですね。まあ、この選手、途中出場で、センターバックでありながら1ゴールを決めました。はい、期待度はこちらも大。まあ、この選手も非常にね、毎作人気の高い選手です。はい、続いてね、バイエルンの方行きましょう。バイエルンね、0対2で勝利しておりますが、レバンドフスキがね、まあ、欠場したりと、なんだろうな、皆さん評価点あまり高くなかった。なのでね、このバイエルンミュンヘンなんですけれども、今回、まあ、パートナーシップクラブではあるんですけれども、ちょっと誰も選ばれないかなと気がします。まあ、ニャブリも1ゴールの活躍、評価点 7.7 か。で、ビューラーも PK による1ゴールの活躍、評価点 7.1。まあ、調子的には、若干良くはなったりはするかもしれませんがね、まあ、ひょっとしたら C かもしれないみたいな感じです。はい、ということで以上ブンデスリーガでした。リーグ1。それではね、フランスリーグ1の方見ていきましょう。まあ、リーグ1ではね、このチームだけちょっと見ます、今回ね。なんとバーサスパリ・サンジェルマン、0対3でパリ・サンジェルマン勝利しております。そこでね、1ゴール、1アシストの活躍でした。はい、キリアン・ムバッペですね。ここも、何週、2週前かな ?1 週前か ?2 週前か ?2 週前にね、ムバッペ登場してるんでね。まあ、可能性としては、マオザマジですけれども、可能性としては低いんじゃないかなと思います。中のゲぐらいかな。はい、中のゲぐらいです。あまり出ないと思います、ここはね。で、出るとしたら、100歩譲って出るとしたら、パブロ・サラビアかな。この選手、毎試合結構活躍しているんですけれどもね、この試合でも1ゴール上げる活躍でした。期待度は大。はい。で、エレーラも1ゴールの活躍です。エレーラどこにいるのかなこれ。ありましたね。アンデル・エレーラですね。ここ1ゴールの活躍。ムバッペのね、パスをね、受けてゴール決めました。まあ、ただ評価点そんなに高くないんでね。なんだろうな、パリ・サンジェルマン、今回ちょっと難しいかな。強いて言うなら、あとね、ケイロス・ナバスですね。まあ、ここ、PK 止めてます。はい。PK 止めてますです。はい。評価点はそんなに高くなかったんでね、期待的には中なんじゃないかなと思います。はい、ということで、以上、リーグ1でした。続きまして、オランダエールディビジの方を見ていきたいと思います。今週はね、オランダエールディビジからね、何人か選ばれると思ってます。はい。で、まずはね、ハットリックしたこの選手から見ていきましょう。ヘラクレスのね、ライフルートですね。3ゴール1アシストの活躍でした。中盤で3ゴール1アシストなんで、まあ、ほぼ結構ね、可能性としては高いんですけれども、オランダのエールディビジのね、3強以外はね、結構、
構ねスルーされることあるんですね、ハットトリック。まあなので、当確ではないと思っていて間違いないと思います。能力もねそんなに高くない。そしてエラがすごい、はい、ライフルートですね。しかもモブの顔ですねこれ。はい、で続いてですね、やはりねアヤックスいきますか。アヤックス5対2でシッターノに勝利しております。クラーセン、この選手、はい、クラーセンいましたね、はい、デイビークラーセンですね、2ゴール上げる活躍でした。はい、まあ、1回ね PK 外しているんですけれども評価点 8.9 と非常に高かったです。ここ選ばれる可能性としては大。はい、では次行きましょう。あとですね、ペースベイも見ていきましょう。ペースベイ VS、デンハーグは4対0でね、ペースベイの方勝利しております。まあ一応この選手からいくか、ライアン・トーマスですね。この選手は1ゴール上げる活躍でした。評価点 8.5、 期待度は中で、もう一人ですね一応名前挙げておきたいと思います。一応マン・オブ・ザ・マッチには輝いたのはこの選手ですね、ノニ・マドゥエケですね。途中出場で、2ゴール上げる活躍、そしてマン・オブ・ザ・マッチでした。はい、髪型は非常に特徴的なね、ブロッコリーマンみたいな感じになってますけれどもね。いや能力は低いんですけれどもね、年齢が18歳と非常に若いので能力のね、髪上げね期待してます。ということで以上オランダ A ディビジでした。セリエ A、それでは、イタリアセリエ A 見ていきましょう。アタランタいきますか。クロトーネ VS アタランタ、1対2でアタランタ勝利しております。そこで2ゴールを上げる活躍でした。はい、いませんねここに。はい、ルイス・ムリエリですね、この選手2ゴールの活躍期待度は大、評価点も 8.9 と非常に高かったです。この選手スパサブついてるんでね。はい、であと1人ね、まあ、可能性としてはこちらマリノフスキーですね、ここもね、まあ、週刊 FP ガチャ、2020年の時にね結構来ましたんでね、結構というか2回ぐらい来たんかな、マリノフスキー。はい、ワンゴールでワンアシストの活躍でした。こちらも期待度は大。続いていきたいのはインテル VS パルマ。まあ、ここはね2対2の引き分けだったんで、まあ、特に選ばれないかな。まあ、今回ちょっとねセリアは結構活躍した選手が多かったんで引き分けではちょっと来にくいかなという感じがします。ボロニアバスカリアリのね、2ゴール上げるバローですね。ボロニアのバローなんですけど、まあ、ここもねセンターフォワード多くてそんなに選ばれにくいかな。やっぱりね、名前挙げるならここですね、ミランですね。現在首位のミラン。はい、ウディネーゼ VS ミラン、1対2で、ミランが勝利しております。もうここはマジですごいな、ズラタン・イブラヒモビッチですね、1ゴール1アシストの活躍でした。もうオーバーヘッドのゴールとね、まあ、見事なポストプレーでね、もう全ゴールに絡む活躍、期待度は中。はい、ただねやっぱり一度ね週刊 FP 出てるということでこぞって出てくるかなって感じします。ただねやっぱズラタンすげえなと思いましたよ。このねミラン、なかなかねこの順位のね毎シーズンね注意ぐらい沈んでたミランをね今現在ね注意ですから、すごいなズラタンは。で来るとしたらこの選手かな、フランク・ケシエですね、1ゴールの活躍でした。まあ、ズラタンのね、アシストを、まあ、ゴールをねミドルでね見事に決めましたフランク・ケシエ。はい、まあ、評価点もそんなに高くなかったですが期待度は大。まあ、首位のチームなんでね、セリアの首位なんでそういった意味で来るかもしれませんね。はい、では次行きましょう。続いてイベントスの方行きたいと思います。スペツィア VS イベントス、1対4でイベントス勝利しております。パートナーシップクラブのね、5チームのうちこのイベントスの選手が一番来やすいと思ってます。他のチームはねちょっと評価点なかなかね勝ったはいるものの評価点がなかなか上がらなかったりだとか、まあ、負けたりだとかね、引き分けたりだとかしてたので、まあ、スカッと勝ったイベントスからね、まあ、1人来るんじゃないかなと、予想してます。でその筆頭候補がこのモラタです。はい、1ゴール1アシストの活躍でした。評価点は 8.9、 期待度は大。マン・オブ・ザ・マッチですからね。はい、ここはね、まあ、非常に毎作人気銘柄、スーパーサブついてますしね、身長も非常に高いということでね、まあ、僕もこの選手欲しいな。でもマジでこのモラタは今回来るんじゃないかなと思ってます。その他の候補としてはやはりここですね、クリスティアーノ・ロナウドですね。途中出場でいきなりゴール決めました、同点のね、1対1の展開の時にいきなりゴール奪ってね、もう本当にね格の違いというのをね見せつけました。まあ、ただねクラブセレクションの方でもね登場してるんで、来るかなって感じはしますけどね、今ここで出してくるかなっていうのはねやっぱりねあります。評価でもそこまで高くはなかったです。まあまあ、1ゴールは PK によるゴールだったんですけれども、でもロナウドねやっぱねすごいわ、さすがです。はい、で、他の候補としてはね、あ、このマッケニーね、マッケニーどこ行った、あ、いました、はい、この選手ね、いつの間にかユベントスに来てましたね。はい、モラタのゴールをお膳立てしたんですけれども、まあ、お返しのね、モラタのね、アシストのね、シーンなんかは、外しちゃいましたけれどもねちょっとかわいそうだな。はい、
まあ、あのゴールもね、モラタのゴール、ワンゴールのつながるパスも、まあ、本来であればマッケギンによるゴールみたいなもんかなと思ってます。はい、まあ以上ですね。はい、次行きましょう。トリノ VS ラツィオは3対4でラツィオ勝利しておりますが、まあここはスルーしたいと思います。はい、ナポリ VS サッソーロ行きましょうか。はい、サッソーロ強いですね今シーズン。ナポリを破っちゃいました。ワンゴールの活躍、ロペス、はい、ここですね、マクシムロペスですね。評価点、ワンゴールを上げる活躍、評価点 8.5、 期待度は大。はい、ここしっかりね、フェイスがしっかりしてますから。で、実際一番来そうだなと思うのがここアンドレア・コンシーリですね。このゴールキーパーが今週の週間 FP ガチャで来るんじゃないかなと思ってます。もう言っちゃいましたけどね、22本中6本のね枠内シュートをシャットアウト、無失点による勝利。はい、期待度は大。ここほんまにちょっと今週のキーパーじゃないかなと思ってます。はい、スキルもしっかりあるし、顔もねちゃんとね整ってますからね。整ってるというかモブ顔じゃないからね。はい、ということで、サッソーロから以上、ローマ VS フィオレンティーナ、もう一応見とくか、ローマもな。はい、スピナッツァ、あんまり長くないすぎるとねちょっと良くないかなと思うんですけれどもね、できたらね10分以内にね、10分以内というか、まあ、15分以内ぐらいに収めたいんやけどね。選手がいない、スピナッツオーラ、はい、ここですね。ワンゴール上げる活躍でした。評価点 8.4、 非常に高いです。期待度は大。レフトサイドバック登録だったのね。はい、あと、まあ、ペドロとかもね、ワンゴール上げる活躍でした。うん、元バルセロナのね、ペドロ。元チェルシーのペドロ。はい。ということで、以上、セリエ A でした。それでは最後、スペイン、ラリーガの方を見ていきたいと思います。ラリーガはね、首位のチームはやっぱりちょっと外せない、レアル・ソシエダですね。セルタ VS ソシエダ、1対4でソシエダが勝利しております。そこで2ゴール上げる活躍でした。こちら、ウィリアン・ジョゼですね。2ゴール、マウゾマチの活躍、評価点は 8.6、期待度は大。はい、ここはね、マジちょっと来そうだなって感じしますよね。2週連続ソシエダから選ばれてもおかしくないかなという気がします。ダビド・シルバー、先週のね、週間 FP ガチャで出てきましたが、今週もゴール決めてくれました。ヘディングによるゴール。評価点も 8.2。ライブアップでもね、調子よくなりそうですね、またね。あとね、ここ、ポルトですね、2アシストの活躍でした。僕はこの選手も可能性としてはね、大期待度は高いと思います。ジョゼと同じようにね、まあ、2ゴール、まあ、ジョゼのね、2ゴールはお膳立てしたんですけれども、なんだろう、ポルトのゴールといってもね、僕は、過言ではないぐらい良かったと思います、ポルトはね。はい、2アシストの活躍、期待度は大。まあ、どっちか来そうだな、でもね、本当にね。で、オヤンサバルも1ゴールの活躍でしたが、まあ、ここはそんなに来る可能性としては低いかなと思います。はい、以上ですね。次行きましょう。ちなみにね、ソシエダのね、試合ね、一応ね、飛び飛びではありますがね、ちょっとね、チェックしました。はい。で、アトレティコもそうなんですよ。あれがないんですよ。ハイライトがないんですよね、アトレティコも。ソシエダも。ちょっと厳しいんですよ、ゴール全部確認するの。難しい、めんどくさいんですけどもね、一応確認しています。で、オサスナ VS アトレティコ、1対3でね、アトレティコが勝利しております。そこで2ゴール上げる活躍でした。ジョアン・フェリックス。はい。なんでこんなとこ行ったんだろう。はい、ジョアン・フェリックスですね。2ゴール上げる活躍です。まあ、1ゴールはね、PK によるゴールでした。1ゴールの、そのうちもう一つのね、PK。PK2 回蹴ってるんですけども、1個外しちゃいましたね。評価点は 8.1、そんなに高くないですけれども、期待度的には中。はい、マン・オブ・ザ・マッチの活躍でしたが、ただね、ジョアン・フェリックスはなんかちょっとね、コナミさん的にね、なんか特別というかね、そんなにやすやすとは出さないぞ、みたいなね、感じはあるので、そこまで出てくる可能性としては高くないかなという気がします。で、もうそこまでか。あと、来るとしてはもう一人ね、トリッピア。はい、ワンアシストの活躍でした。どこに、ここ、はい、キーラン・トリッピアですね。ワンアシストの活躍。まあ、こっちの方がフェリックスよりは可能性高いんじゃないかなと思います。評価点は 7.7、そこまで高くはありませんでしたが、まあ一応ね、まあサイドバックの選手なんでね、そこまで評価点は気にならないかなという気がします。はい、ということで以上ですね。次行きましょう。どうしようか、どっちか行くかな。レアルマドリーやったか、レアルマドリーから行くか。はい、では行きましょう。レアルマドリー VS ウエスカ。4対1でレアルマドリーに勝利しております。前節ね、まあ、クラシコで勝利したレアルマドリーですね。ミッドウィークのチャンピオンズリーグでは、ボルシア、メンヘイ、グラードバッハですね。相手にね、引き分けました。まあね、2対0で負けてる状況だったんで、そこでね、もう終了間際に追いついたというのは非常に大きいと思います。あとね、チームのね、まあ、大黒柱である、エースのベンゼマにね、ビニジウスいじめのね、噂が上がったりと、ちょっと散々なね、週だったんですけれども、まあ、きっちり勝ちました。やっぱちょっとポジティブのね、あの話題としてはこちらですね、エデン・アザールがね、まあチャンピオンズリーグでも復帰したんですけれども、まあ、この試合ね、先発で出場しました。そこでいきなりワンゴールの活躍とね、ミドル一戦ですね。はい、まあ、この嫌なね、空気をね、一瞬にして吹き飛ばしてくれました。ワンゴールの活躍、期待度は中。そこまでね、評価点は高くありませんでした。途中でね、まあ、退いてますしね。で、
ルカス・バスケスですね、まあ、あのジダン監督の、ね、お気に入りなんですけれども、ワンアシストの活躍期待度は小ですね、まあ、この試合でもサイドバックとして出てます。なんかサイドバックの、ね、あれ薄いぞこれサイドバックの方がねルカス・バスケスいいんじゃないかみたいな声まで上がってますからね。もうちょっとね、サイドバックの、ね、適性上げてあげてください。で、バルベルデですね、まあ、こちらも期待度は中。どこにいるの、あ、先発にいるのか、はい、ここも期待度は中ですね。ワンゴールワンアシストの活躍でした、はい。で今週来るとしたらやっぱここかな、カリム・ベンゼマですね。2ゴール1アシストの活躍、マン・オブ・ザ・マッチですね。期待度大です、はい。今週あんまりなんか活躍した黒玉の選手少ないんで、まあ、ここほぼほぼ出てくるんじゃないかなと思います。2週連続マドリーからね選ばれるということで、2ゴール1アシストの活躍期待度は大ですね。で、ビニシウスね、途中出場ね、噂のビニシウスですけれども途中出場したんですけれども、実況の人も言ってたんですけれどもね、考えすぎかもしれませんが気を使っているように思いますみたいなね、ベンゼマにねパスしてましたね。あっこでもね打つやろうと思いましたけどね、ベンゼマにパスしましたね。その言われたシーンですね。よかったらねダゾーンでちょっとチェックしてくれたらなと思います、はい。ということで、ちょっと間取りビリが過ぎるんでね、ちょっとね、これぐらいにしておきましょう。最後ですね、バルセロナ、はい、調子が上がりませんね。バルセロナ、チャンピオンズリーグでユベントスを、ね、2対0と下したんですけれども、はい、週末の試合ね、まさかの1対1の引き分けということでね、まず失点シーンが良くなかったネットがね、ゴールボールバーで、ここはねもう調子不調ぐらいになると思いますよ。あのコンディションライブアップで調子 E か、まあ、D か E は硬いんじゃないかなと思います。で、まあ、バルセロナから選ばれることはほぼないかなと思います。グリーズマンが1ゴールの活躍だったんですけれども、評価点はかなり低かった、はい。でメッシ休ませろという問題もありますかね。評価点一番高かったのはメッシです。 9.1 とね、なんでこんな高いんやみたいなね、まあ、それもそのはずですね。フリーキックによる、まあ、あのフリーキックでね、まあ、ゴールね、グランダーで狙ったり、まあ、1対1ね外してしまったんでね、外したというか、まあ、キーパーに止められたんでね、あれはね、ちょっとね、相手ゴールキーパーね、まあ、褒めるべきじゃんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、過去15年で最悪のスタート切ったらしいですね。まあ、これ2002年かな。なんか2002年のシーズンの、ファンハール監督が率いてたチームと同じぐらいのスタートらしいです。はい。まあ、ね。試合少ないけれども、マドリードの勝ち点差がね、勝ち点差8に、ね、広がってしまったということでね、まあ、ちょっと厳しいシーズンですかね、果たしてどうなるのかと、まあ、会長もね、解任された、まあ、解任みたいなもんですけれどもね、まあ、会長もね、辞任しましたからね、まあ、ここからね、良くなるんじゃないかなと思うんですけれどもね、果たしてどうなるものか。はい、ということで、以上、ラリーガでした。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。まあ、以上ね、週間 MVP ガチ予想の速報でした。明日ね、一応ね、11人予想の方上げさせていただこうと思ってますので、そちらもチェックしてください。ではね、今日はこの辺で終わりたいと思います。感想なんかね、教えていただけたら嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。